悪魔と妖精の戯れは俺にて襲撃。どれどれ、少し遊んでやろうか。三代目フェアリーテイル振るがよい。マカロフの子らよ。フェアリーテイルの力を喰らいやがれ。こいつがジジイの仇か、夏。ラクサゼ。おやつ、マカロフの血族か。俺は初代の墓参りに来たつもりだったのに、こいつは驚いた。二代目さんがおられるとは。せっかくだから墓を作って拝んでやるとするか。でからい。レイジングボルト。クリボはレイ。雷を食べた。ラクサス、自分の魔力を夏に。ギルドの受けた痛みはギルドが返せ。100倍でな。ああ、雷炎竜。
100倍返しだ。俺たちのギルドを傷つけやがって。お前は俺に任せろ。雷炎竜の王冠。頼んだ。雷炎竜の撃退。クリムオーレイ。任せたぞ。雷炎竜の撃退。これで終わったらもう完全に魔力が。私がここまでやられたのは何十年ぶりか。楽しませてもらった礼をせねばな。そんな。あの攻撃が効かなか。悪魔の目か。見せて神勢魔道の神話。ここから終わりだ。フェアリーテイル。魔道の神話。なんという魔力だ。魔の道を進むと深き闇の底へと沈む。その先に見つけたるや深淵に輝く未知なる。あと少し、あと少しで未知なる魔法にたどり、その深さを埋めるものこそ大魔法世界。今宵ゼレフの覚醒とともに世界は変わる。そして未知なる魔法。ウヌラはいけぬ。大魔法世界には。なんだ、こんな近くに仲間がいるじゃねえ。俺たちは自分の弱さを知ったんだ。だったら次はどうする？